頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ウィルソン・テソール、これは好スタート。ウィリアム・バローズ、この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通りウィリアム・バローズ、さらにはヒロイック・テイル、2番キリンジ、その後ろウィリアム・バローズ、先手を取りました。間が空いてノットルノ、その後ろに名称ハリオ、その後ろからはガルボマンボ、その外にシルトプレ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。その後ろに進行マーチャン、ここにアンブロジオ、しんがりから大魔王、各馬砂煙の中をかけていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。依然として先頭は9番ウィリアム・バローズ、2馬身から3馬身のリード、少し離れてウィルソン・テソーロ、続いていますヒロイック・テイル、それに続いていますすぐ後ろにキリンジ、すぐ隣にノットルノ、その隣にシルトプレ、名称ハリオ、それに続きます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として9番ウィリアム・バローズ、ウィリアム・バローズリードを広げていく。ウィルソン・テソーロ、いい足で伸びてきた。間を挟んでヒロイック・テイル、3番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭を行きます。ウィリアム・バローズ残り 200m、 ウィリアム・バローズ意地を見せる。前に迫る名将ハリオ、先頭を伺う勢い、ウィリアム・バローズ粘る。ウィリアム・バローズ、ウィリアム・バローズ勝利です。2着は名将ハリオ、3着にウィルソン・テソーロ、ウィリアム・バローズ見事このレースを制しました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。花を切ったのはノットルノ、続いてウィリアム・バローズ、この馬も前へ、さらにはウィルソン・テソーロ、2番キリンジ、その後ろウィリアム・バローズ、先手を取りました。少し離れて名将ハリオ、続いています。すぐ後ろにガルボマンボ、その外からヒロイック・テイル、緑の帽子シルトプレ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。アンブロジオ、それに続きます。並んで11番進行マーチャン、最後方に大魔王、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、先頭は変わらず9番ウィリアム・バローズ、ウィルソン・テソーロ、すぐ後ろ少し開いてキリンジ、これに続いてガルボマンボ、この位置にノットルノ、すぐ隣に大魔王、外を通ってシルトプレ、内からは名将ハリオ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてウィリアム・バローズ、外を通ってウィルソン・テソーロ、間を挟んでキリンジ、3番手。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はウィルソン・テソーロ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。一番前にはウィルソン・テソーロ、残り 200m、 後続もやってくる。2番手はシルトプレ、この手応えはどうか。ウィルソン・テソーロ、これは体勢決したか。ウィルソン・テソーロゴールイン。2着争いはどちらでしょうか。勝ったのはウィルソン・テソーロ、このレースを制したのはウィルソン・テソーロ。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。名将ハリウ、前に行きそうです。ウィリアム・バローズ、それに続いています。さらにはノットルノ、2番キリンジ、その後ろウィリアム・バローズ、先手を取りました。ここにウィルソン・テソーロ、間が空いてシルトプレ、その横にヒロイック・テイル、この位置にガルボマンボ、アンブロジオ、それに続きます。隣には進行マーチャン、しんがりから大魔王、各馬砂煙を上げてかけていきます。では前の方から5番ノットルノ、一気に先頭に立ちました。この集団にウィリアム・バローズ、大きく離れました。キリンジ、すぐ隣に名将ハリオ、外を通ってシルトプレ、ここにつけたのがウィルソン・テソーロ、その後ろにヒロイック・テイル、ガルボマンボ、すぐ後ろその外から進行マーチャン、並んで6番アンブロジオ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5番ノットルノ、ノットルノ後続を突き放す。2番手はウィリアム・バローズ、間を挟んでシルトプレ、3番手。後続集団も追い上げにかかります。ノットルノ先頭、しかし後続も伸びてきた。ウィルソン・テソーロ、足色は十分、前に迫れるか。残り 200m を通過してノットルノ踏ん張る。ウィルソン・テソーロ食い下がる。ノットルノ、ノットルノ勝利です。2着はウィルソン・テソーロ、3番手には名将ハリオ、勝ったのはノットルノ、このレースを制したのはノットルノ。
スタートしました。勢いよく飛び出したのはウィリアム・バローズ。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はウィリアム・バローズ。これに続くのがノットルノ、さらには名将ハリオ、2番キリンジ、その後ろウィリアム・バローズ先手を取りました。少し離れてウィルソン・テソーロ続いています。これに続くのがヒロイック・テイル、ここにつけたのがガルボマンボ。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。並んで7番シルトプル、その後ろにシンコーマーチャン、すぐ隣にアンブロジオ、しんがりからダイモーン。各馬砂煙を上げてかけていきます。先頭に戻りましょう。10番ウィルソン・テソーロ一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身。これに続いてウィリアム・バローズ、少し開いてキリンジ、その横にノットルノ、すぐ後ろに名将ハリオ、この位置にガルボマンボ、外を通ってシルトプレ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ10番ウィルソン・テソーロ。ウィルソン・テソーロ後続を引き離します。2番手はウィリアム・バローズ、間を挟んでノットルノ、3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に立つのはウィルソン・テソーロ、しかしその差はわずか。粘り込めるか。200を切った。名将ハリオ追い上げてきた。名将ハリオ先頭、ノットルノ追いすがる。名将ハリオ、名将ハリオ1着、2着にはどうやらノットルノ、3着にウィルソン・テソーロ。名将ハリオ見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシルトプレ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくシルトプレ行きました。続いて前へ行くのはウィリアム・バローズ、さらにはウィルソン・テソーロ、3番名将ハリオ、その後ろウィリアム・バローズ先手を取りました。少し間が空いてキリンジ、隣にはノットルノ、これに続いてガルボマンボ、その後ろにヒロイック・テイル。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。アンブロジオ、それに続きます。すぐ後ろにシンコーマーチャン、最後方にダイモーン。各馬砂煙の中をかけていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は変わらず9番ウィリアム・バローズ、2馬身から3馬身のリード。間が空いてキリンジ、その横にシルトプル、これに続くのがウィルソン・テソーロ、黄色の帽子ノットルノ、その後ろここに名将ハリオ、その後ろにヒロイック・テイル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてウィリアム・バローズ、2番手はキリンジ、シルトプル3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィリアム・バローズ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィリアム・バローズ先頭です。残り 200m、 ノットルノ先頭だ。しかし後続も襲いかかる。ウィルソン・テソーロ追いすがる。先頭はノットルノ、ノットルノ、ノットルノ勝ちました。2着にウィルソン・テソーロ、ヒロイック・テイル3着です。ノットルノ見事このレースを制しました。